はい、どうも皆さんこんにちは、ヤンオーです。今回はですね、はい、タイトル通り、登山を始めてどう変わった、また何が変わったのかっていうのを語りたいと思います。語らせてください。では、どうも山尾チャンネル。はい、ということで、僕が登山を始めて、来年で、3年目に入るわけですけど、まだ登山を始めてのクソガキですよ。鼻水垂らしてもうほんとねガキですけど、この、大体3年ぐらいで何が変わったかっていうと、まず服装ですよね。はい、これが多分一番でかいと思うんですけど、着る服とか大体もうほんとシャツにしてもマムードのシャツ着たりとか、そうですね、アウトドア系の服の方向になっちゃってますね。普通の服を買うのは本当減っちゃいました。はい、2つ目はですね、体力がつきました。これはどんなスポーツしてたとしてもそうだと思うんですけど、仕事してたりとか日常生活送っている時に、ああ疲れたなっていう感覚があんまり登山を始めた時よりは少ないかなっていう感じがします。はい、3つ目、これも登山に関してのことではないとは思うんですけど、自分が住む地域じゃないところに行くじゃないですか。それで、その地域を知ることができるっていうことですかね。大体今ネット社会でどういう風景とかどういう街並みとかね、そういうのは大体見ることはできるんですけど、でも実際運んでみるとね、やっぱりこう雰囲気だったりとか全然ちょっとイメージと違うことが多々あったりします。はい、特に道外だったりするとね、それはすごい感じますね。あとは4つ目ですかね、これはまだ完璧とまでは言えないですけど、僕食にこだわりがないというか、食欲ないというか、あんまり食べることに興味がない人間で、休みの日とかだと朝昼兼用になることが多々あって、食べなくてもいいんですけど、ちょっと体のことを気にして食べるようにはしてるんですけど、登山して帰ってきたりとかするとやっぱすごい腹減るっていうか、食欲出てきてすごくご飯を美味しく感じれることがあります。はい、でも日常生活になるとまた戻って別に食べなくてもいいかなっていう、はい、あれが食べたいこれが食べたいっていうのは特になくて、北海道限定ですけど、週にね 2,3 回は三好野に行っている生活をしてます。はい、というところですかね。登山を始めたからといって筋肉が別についたとかそういうわけではないですし、特別友達が増えたりとかそういうのもないね。皆さんは登山始めたりとかして、変わったことは何かあるでしょうか。ぜひ変わったことがあれば教えてください。それでは、お疲れ山。Thank you.